かつてこの世の全てを手に入れた男ゴールド・ロジャー、彼の死に際に放った一言は人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース、その宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。もう連れてけなんて言わねえよ。自分でなることにしたんだ、海賊には。お前なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。ほう、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りをあげろ。頬を張れ。出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃー、行くぞー。海賊王に俺はなる。かくしてモンキー・D・ルフィは幼い頃に出会った偉大な海賊赤髪のシャンクスとの約束を果たすため、そしてしかし海に出て間もなく遭難してしまう。なぜ海兵志望のコビーは海賊王になるというルフィの覚悟に触発されて女海賊に抵抗。やがて二人が到着したのは海軍大佐のモーガンが支配する町シェル。強い仲間が欲しいと考えていたルフィはコビーが止めるのも聞かずにゾロ。俺は今、一緒に海賊になる仲間を探して。で、まさか縄をほど。別にまだ誘うつもりはねえよ。お前に逃がしてもらわなくても一ヶ月ここに生きたまま突っ立ってれ。何が何でも生き延びて。じゃあ、ゾロが捕まった理由って。ええ、そのこと、あの人。ドロナーゾロの公開書。ひどい話だが、1ヶ月こらえれば。決めたぞコビ。え、そん時はそん時だ。We'll be right back.
ゾロを仲間に誘うぞ。ピストル。おい、ここから先は立ち入り禁止だぞ。どけよ、俺はゾロに会うんだ。ピストル。ゾロのはゾロの仲間か。こいつを捕まえろ。やれるもんならやってみろ。大丈夫ですか、ルフィさん。心配いらねえよ、俺は強いからね。ピストル。来たのか。ほらルフィ、縄を解いてやる。話聞いてんのかてめえ。別にいいじゃんか。世間でどう言われて。知るか、俺はお前を。そして俺から刀。何立つ。よし行ってくる。早く刀を探さねえと。怪しいのはあっちだな。仲間らしき者が基地に侵入した模様です。なに、反逆者は皆殺しだ。さっさと始末してこい。よっ。
刀はどれだ。もういい、予定変更だ。直ちにロノアゾロを処刑しろ。なんだと。約束が違うぞ。ルフィさん、処刑が早まったみたいです。急いでください。なんだか騒がしいわね。ま、私には好都合だけど。おかんこの守備を強化しとけ。あそこには貴重な海図があるからな。やばい、海軍がこっちに来た。強さなど俺の権力の前にはカス同然だ。構えろ。俺はこんなところで死ぬわけにはいかねえんだ。あいつの分まで強くなり、天国まで名前が届くように、世界一強い大剣豪になると約束したんだ。だから、こんなところでくたばるわけには。三刀流なんでね。ここで俺と一緒に海軍と戦えば政府に立てつく悪党だ。このまま死ぬのとどっちがいい。てめえは悪魔の息子かよ。まあいい、ここでくたばるくらいならなってやろうじゃねえか、海賊に。ゾロのゾロ、モーガン大佐の反逆により処刑する。くっそ。海賊にはなってやるよ。それがいいか。俺には野望がある。
大剣豪になることだ。こうなりゃ名前の上浮上も言ってられねえ。世界一の大剣豪、海賊王の仲間ならそれくらいになってもらわねえと俺が困る。偉そうな奴がいねえぞ。見つけてぶっ飛ばしてやる。あの小僧、噂に聞く悪魔の実シリーズの何かを食ったに違いねえ。ピストルがダメなら切り殺せ。とっととそいつらを始末しろ。ゴム人間、それにノロノアゾロ、あんな奴らと戦えるわけがない。弱音を吐いた奴は俺が死刑にしてやる。俺の部下に弱卒はいらん。この軍隊は。残らず処刑してやるぞ。ルフィさん、こんな海軍潰しちゃえ。
コビーの夢をぶち壊しやがって。お前は俺がぶっ飛ばす。黙れ。偉い人間がやることは全て正しいんだ。子供の身分も低い、称号もねえ奴らは俺に逆らう権利すらねえことを覚えておけ。ゾロ、天下勢。任せろ。観念しろ。切り殺せ。ゴムゴムの無事。ナイス。ゾロ、お安い御用だ、キャプテン。ルフィたちがモーガンを倒したことにより、シェルズタウンはもう結果的に町を救ったルフィたちであったが、実質町を救ってもらったことには一度感謝していく。即刻この町を立ち去ってもらおう。じゃ、行くか。ルフィ、君も仲間じゃないのか。え、待ちたまえ君たち。俺、こいつがルフィさん、とんでもなく悪いアルビだってか。やめてくださいよ。やったな、この野郎。やめたまえ。君らがな、わざとか、わざと、また僕を海軍に。中佐、私は反、僕は海賊にやられた同志は大した猿芝居だったな、あれじゃ。あとはコビーが何とかする。ルーフィ、ありがとうございました。また会おうな。ヤッホー。シッシッシッ。
自由に体験できます。ルフィさんたちの冒険の記録です。